お疲れ様です。今日もありがとうございました。ありがとうございました。どうや、来月のイベントの瀬取り少し変えるぞ。ああ、アキトも考えていたか。確かに次は聞き慣れたオーディエンスが多い分、完成度の高い曲を入れた方がいい。よう、アキト、トウヤ、お疲れさん。お前ら最近毎週イベント出てるな、すげえやる気じゃん。当たり前だろ。ケンさんは俺たちと同じ年で、これぐらい軽くやってたんだからな。ケンさんのラッドウィーケンドを超えるには、もっと場数を踏まなくてはならないだろう。お前ら昔からそれ言ってるよな。けどま、あの夜を超えるってのはさすがに無謀だと思うぜ。無謀じゃねえ。それに仮に無謀だとしても関係ねえよ。超えるって決めてるんだ俺たちは。まあまあ落ち着けよ。お前らがかなりできるってことは俺も知ってるさ。だがラッドウィーケンドには及ばねえよ。アキト、お前は生で見てたんだからわかるだろ。あの夜は本当にすごかった。ケンさんもクルーもオーディエンスも全てが最高だった。今日のイベントの何十倍もな。ちっ、わかってるよ。だからこうして腕磨いてんだろうな。そういやケンさんの娘もラッドウィーケンドを超えたいってずっと言ってるな。なんならお前ら組んでみたらどうだ。白石か。あいつは確かにできる。実力と覚悟があるなら俺は歓迎するさ。本当に実力と覚悟があるならな。組むって私がアンちゃんと？そう、今小羽も思わなかった？一緒に歌うとすっごく気持ちいいって。それはそうだったけど、でも私なんかがアンちゃんと一緒になんて。小羽、私なんかなんて言わないでよ。私小さい頃からイベントやこのお店でいろんな人の歌を聴いてきたよ。その中には歌の上手い人もたくさんいた。でも今日小羽と歌った瞬間が一番ドキドキした。だから小羽と一緒にもっといろんな歌を歌いたいの。ドキドキした？私の歌に？私人前に立つと緊張しちゃうし、あんちゃんに迷惑かけちゃいそうだけど、変われるのかな？やってみてもいいのかな？うん、やろうよ。それに迷惑だっていっぱいかけていいし。え？お互い困った時は助け合うみたいな感じでさ。小羽が困ったら私が助ける。だから私が困ったら小羽が助けてよ。うちの父さんにね、そんな仲間がいたんだ。この町で出会った音楽仲間で、ずっと一緒に助け合って喧嘩して歌ってたんだって。引退の時、父さんその仲間と一緒にラッドウィーケンドってイベントをやったの。ラッドウィーケンド？うん、この辺は昔からアーティストが多くていろんなイベントをやってたんだけどね、その中でも最高にお客さんを沸かせるアーティストたちを集めて、父さんたちがラッドウィーケンドってイベントを開いたの。みんな音楽ジャンルもバラバラだったんだ。でもどうしようもなく音楽が好きな人たちが集まって、そのイベントがすっごくかっこよかったの。ドキドキしっぱなしで息もできなくて、もう本当に心臓が止まっちゃいそうなくらい。ドキドキ。私も絶対にあんなイベントをやってみたいって思って父さんに言ったの。そしたら、これは
この街で音楽を愛する仲間と出会えたからこそできたイベントなんだ。絶対に自分一人じゃできなかったって。それ聞いて私もここでそんな仲間に出会いたいって思ったの。それでその仲間と最高のイベントを作る。それが私の夢。あんちゃんってやっぱりかっこいい。自分で夢を見つけてまっすぐ進んでて、私やっぱりちょっと熱くなっちゃった。返事はいつでもいいからさ。もしも私とやってもいいって思ってくれたら。やってみたい。え？私もそんなイベントやってみたい。あんちゃんと一緒にやってみたい。本当に？じゃあ一緒に歌ってくれるの？どこまでできるかはわからないけど頑張ってみる。うん、ありがとう、小羽。どうしよう、やるって言ったけどやっぱりちょっと怖いなって感じるし、でもなんだろう、すごくドキドキする。あんちゃんと一緒に歌っていけるなんて。お客さんだ。ごめん、ちょっと待っててね。いらっしゃい。あきととトウヤか。こんにちは、白石さん。今日もお邪魔するね。いらっしゃい。いつも来てくれてありがとね。じゃあ注文はいつもの。あれ、そっちの子は見ない顔だね。ちょっと怖そうな感じの人たちだな。でもあんちゃんの知り合いみたいだし、そんなことないよね。俺は東雲明人、よろしくね。こっちは相棒の青柳東也。はじめまして、あずさは小羽です。敬語は使わなくていい。この二人は私と同じ上高の1年なんだよ。二人とも父さんのファンなんだ。バッドドッグスって名前で歌ってるから、近くの箱でやる前とか後とかたまにうちに寄ってくるの。白石さんともこの店とも中学の頃からの付き合いだね。中学？ってことは中学の頃からイベントに？すごい。出るだけならそんなにすごくないよ。誰でも出られるからね。そういえば白石さん、いい加減仲間は見つかった？そろそろ誰かと組んだ方がいいんじゃない？本気でラッドウィーケンド越えを目指すんならさ。いいタイミングで聞いてくれるじゃん。実は見つかったんだ。しかもついさっき。さっき？それってもしかして？そう、小羽が私の相棒。今日一緒に歌ってみてわかったの。白石さんがそう言うってことはかなり歌えるのかな。あずさわさん、今までどこでやってたの？いえまだイベントに出たこともなくって、音楽の授業くらいでしか歌ったことが。イベントの経験ないんだ。それであんなに歌えるなんてすごいよ、小羽。へえ。人前だってきっとすぐ慣れるって。そしたらアキトたちにだって絶対負けないよ。じゃあさ、ちょっと提案なんだけど、二人ともイベントに出てみない？